フローデ温泉は、ノルウェー、CN 出身の元サッカー選手である。ポジションはフォワード。高校卒業後に大学と同等の教育機関である、警察官養成学校に通いながら、アマチュアチームでプレーしていた。1999年に25歳で、ノルウェーのサッカークラブ、オット、グレンランドで、プロデビューを飾る。 2000年に2年間通った学校を中途退学し、ノルウェーの強豪クラブであるローゼンボリに移籍した。FW の他に攻撃的 MF、DF など複数のポジションをこなしながら2度のノルウェーリーグ得点王を獲得した。ローゼンボリでは他のポジションでもプレーしており、名古屋のスカウトが視察した際にはセンターバックを務めていた。2006年7月にローゼンボリを退団し、 名古屋グランパスエイトに入団した。初出場した7月30日のジェフ千葉戦でに得点を挙げた勝利に貢献。以降も、長身を生かした、ポストプレーを中心に高い得点力も見せ、名古屋では3年連続2桁ゴールを決めるなど、エースストライカーとして活躍、ファンを大切にしていたことも重なり、サポーターたちから愛された。2007年11月18日の大分。 トリニータ戦で、ハットトリックを記録した。2009年シーズンは、ドラガンストイコビッチ監督の構想から外れたため、名古屋グランパスとの契約を満了し、清水エスパルスと一年契約を結んだ。シーズン序盤はゴールを奪えず、スタメンから外される試合もあったが5月に、入ってからは、副長を遂げ岡崎真嗣と共にツートップを組み、清水の上位進出に貢献した。 シーズン終了後に契約を1年を延長した。2010年シーズンは3トップの中心として引き続き清水の攻撃の核として活躍し、8月1日の湘南ベルマーレ戦では J1 リーグで2度目となるハットトリックを記録した。33試合8ゴールとまずまずの活躍をしていたが、2010年シーズンをもって対談することが発表された。 2011年シーズン、フルスデコ郷のクラブであるオットグレンランドに復帰した。2012年4月28日に行われたスタベック戦で前半3分に通算100ゴール目を決めた。2013年9月に2014年 W 杯予選のノルウェー代表メンバーに39歳で再招集される。これはノルウェー代表史上最高齢である。また、リーグ戦では、 オーレス運戦で86分にハットトリックを達成するなど16得点を挙げ、ローゼンボリ所属時代の2001年、2004年に続く3度目のリーグ得点王に輝いた。2015年10月29日、オットグレンランドのオフィシャルツイッターにて現役を引退することが明らかにされた。J リーグについてトップ5クラブのレベルはノルウェーリーグのトップよりも上であるとコメントしている。 ファンを大事にする紳士である。2015年3月には、名古屋時代の同僚、中村忠の引退試合出場のため、シーズン中にもかかわらず来日し、ゲームでも得点を挙げている。ありがとうございます。